はい、今回皆さんにご紹介させていただきたいのは福井市の、福井工大横にある付属の高校横にあるアカデミアホテルですね。アカデミックっていうのは、まあ、英語ですけど学術学問などの意味をしてますけど、まあ、いわゆる福井工大とその付属の高校があって、そこのところですね、学園内ということでね、あります。まあ、福井工大ってはプロ野球選手を多く輩出してて、あとは付属の高校に関しては野球だけじゃなくて、バレーとかねゴルフの選手なんかも結構多く輩出してるわけだけど、そこで試着しました。まあすごく綺麗でしたね。かなり割と重厚感のある感じで、少し高級感のある感じでね、調度品とかね、すごく満足できます。5階の部屋だったんだけど、3階にねお風呂があって、人工温泉毎日のようにね、入ってね、まあ、すごく疲れを癒すことができました。朝食付き、一泊朝食付きに申し込んだんだけど、すごく良かったです。なので、少しまあ駅からは離れるんだけど、駐車場無料で利用できてということで、駅近くじゃなくてもいいって方はね、ここを本当にお勧めしたいと思います。福井で今宿泊しているのが、福井のアカデミアホテルってとこですね。アカデミアホテル、今5階にいるんだけど、3階にお風呂があってね、まあ多分新しくしたんだと思うんだけど、すごく綺麗です。で、このお部屋に関しても、結構改装っていうかな、しっかりこう変えたりしてるってもあって、割と綺麗な感じ、ちょっと高級感ある感じですね。割と安く取りましょう。一泊朝食付きでだいたい3泊で1万9200円なんで、 1泊あたり6400円、一泊朝食付きだったら安いよね。で、あとお風呂もついてるしね。で、まあ今は多分ちょっと安かったよね、普通の時でね。で、あとはこういった感じで、タオルでね、まあ下に行ってお風呂入ったりできるんだけど、まあこんな感じですね。はい。アカデミアホテルということで、アカデミックっていう映画ありますけど、なんかその学術的なね、その隣に福井工業大学があって、福井工業大学の付属の高校とかあるんですよ。なんでまあその学生さん結構いてね、このジムみたいなって、なんか学園みたいな感じ、まあ筑波とか、ああいう学園都市みたいな感じで、まあ学園都市ってんじゃないけど、この辺り一帯がそういう地域っぽくなっちゃって、なってね、なかなか面白いよね。まあよく、はい、したら、こんにちはって感じで言ってくれるの面白いなと思ったんだけど、ダブルになるとこの倍ぐらいあるのかな。で、ベッドが、まあこれ十分ですよ。で、あとはこういう感じで、ちょっと高級感なくないですか、こういう感じでね。で、これもテレビも大きいですね。で、東芝のやつか。で、外がどういうになってるか、まあ、あの部屋によってまた違うと思うんだけどね。これはなんか工場か、市街というか市内の方ですね。山の方が見える。まあこんな感じで見えます。で、1階にレストランがあって、その1階もなかなか雰囲気いいんですよ。やつね、ここのところ湯沸かし器とか冷蔵庫あって、そっちにハンガーかけれるんで、でこっちがバスタブはついてないです。下にお風呂に入りに行くって感じですね。こういう感じです。なのであれ映像で言うと、炭入れ墨とか入れてる人とかね、タトゥー入れてる人はちょっと厳しいと思うんですよ。いや部分的に入れてればタオルで隠せばいいかもしれないけど、全身入れちゃってると、これもうバスタブないから風呂も入れないみたいだから厳しいかなって感じがします。で、こんな感じですね。なかなかいいホテルなんで、人もちょっと駅から離れるんだけどね、駐車場無料でということなんだけど、駅近くであれば、他のホテルがいいんだけど、駅じゃ近くじゃなくてもいいっていうのであれば、駐車場車で来てて駐車場無料のところというのであれば、ここちょっとお勧めしたいですね。で、朝食付きで申し込んだんですけど、こちら朝食です。初日の朝食ということで、まあこんな感じですね。飲み物に関してはドリンクバーということで飲み放題でございます。で、一通り揃っていてですね、まあ、美味しくいただくことができました。
で、これが2日目の朝食です。昨日とはちょっと違うよね。最初から今回は卵納豆が出てきました。